お待たせいたしました。ご登場いただきましょう。映画体脂肪計算家の社員食堂、主演の優香さん、そして小林日奈子さんです。大きな拍手でお迎えください。気持ちよかったね。本当だね。ねえ、いや、小さいお子さんもたくさんいらっしゃって、はい、うん、嬉しかったです。今ね、うん、300人以上いらっしゃるそうですか。ねえ、嬉しい、はい。ありがとうございます。あちらのお方々とか見えてますかね。ねえ、ありがとうございます。ねそれでは、まずですね、名古屋の皆さんに一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。では、ゆうかさんからお願いいたします。はい、皆さん、今日はどうもありがとうございます。ゆうかです。名古屋はすごく久しぶりに来たので、はい、楽しみにしてました。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは、ゆうかさんお願いします。はい、お前誰なんだみたいな感じだと思いますけど、すごいダイエットを頑張りました、タニタで。名古屋に来て、さっきですね、お土産にお味噌をいただいて、何にでもかけていい味噌っていうのをいただいたので、それをまた食べて、ちょっと元気出したいなと思ってます。今日はありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はこの後ですね、6時半から舞台挨拶が映画館の方であるということで、そこでゆっくりお話は聞きたいんですが、ここでしか聞けないという方ももちろんそうですね、いらっしゃるので、はい、ちょっとだけ映画のお話を伺いましょう。はい、今もね、名古屋に久しぶりに来たというふうにゆうかさんおっしゃってたんですけれども、はい、名古屋飯は今回は食べられました？今回は食べてないですね。はい、食べられなかった。朝早くからもうずっと所在が、はい、ドレスネでカレーを食べました。タニタのカレーをね、はい、でも名古屋飯じゃないですからね。名古屋ひつまぶし食べたかったですね。もうこの後も食べるチャンスなくお帰りに、そうですね、新幹線に乗って、うん、手羽先を食べる、それいいね、ビールと、ビールと手羽先もそれいい。でも名古屋でメーテルの番組にも優香さんは出ていただいていることもあったんですけれども、その頃から好きな名古屋飯っていうのはありますか？名古屋飯は新幹線の乗り場で売ってる名古屋一番っていうお弁当があったんですよ。昔皆さんご存知ないかな。もう、ね、名古屋の美味しいものが全部詰まってる、みたやつとかエビフライとか、もういっぱい詰まってて、もうそれを食べたら名古屋に来たなっていう感じがしてたので。じゃあ味噌とか結構お好きですか？大好きですね、味噌カツも好き。はい、なんかね、味噌文化を優香さんが知ってらっしゃるというのはちょっと嬉しいですよね。味噌煮込みうどんとかね。またじゃあ次にいらっしゃった時は必ず食べていただきたいなと思います。きなこさんは名古屋は久しぶりですか？2回目ぐらいなんですけど、でも、もう夢があって、さっき手羽先っておっしゃったんですけど、手羽先を全部の指の間に挟んでパッて食べるのが夢だったまだ実現してない。全然帰りにできるかも。そうですね、全部の指の間に挟んで手羽先を食べたことがあるという方、そんなバカなことでしょ。嘘、本当？すごい、さすが名古屋。
ゃうんですね。ちょっとね、伝授してじゃなくて、ね、どうやって。とか名古屋は手羽先なんですか？手羽先、名古屋は手羽先だっていう方。あれ、さっきの人じゃないですか？さっきの方。ね、さっきの方そっか。味噌煮込みうどんだっていう方。味噌煮込み。あれ、お、あと何ですか？ウイロー。ウイローだっていう方。あれ、皆さん何ですか？皆さん何だろう。何召し上がってるの、ね、何食べるの、エビフライだっていう方。エビフライね。味噌カツ、味噌カツだっていう方ね。すごい、そんな方ですかね、うんうん、はい、ありがとうございます。手を挙げてない方は何ですかね、気になりますけども名古屋にも皆さんちょっと親しんでいただいているということでちょっと嬉しいんですけれども、映画のお話もねちょっと伺いたいなと思うんですが、この映画の予告編とかさっきずっと流れてたんで見た方もいらっしゃいますし、ポスターでご覧になった方もいらっしゃると思うんですが、優香さんなんとぽっちり背景にチャレンジされたということで、はい、ぽっちゃりになりました、特殊メイクで、はい、なんかありますかね、ないですね、持ってらっしゃる、人生で初めて、特殊メイク、二重顎の優香さんというのをご覧いただけることになってるんですけれども、その、もし、はい、もしですよ、いや、このスレンダーな優香さんが、ぽっちゃりになったとしたら、なんかやりたいこととかありますか？やりたいことは、四国みたいですね。強そうじゃないですか。もうそれとあといっぱいなんかこう両手で食べるみたいとか似合いますからね。ね、似合います。でも優香さん、そでも食べるのも好きですよね。好きです、はい。そのスレンダーボディは、ね、皆さんどうして維持できるのかというふうに思ってらっしゃると思いますけど、何が一番大事ですか？食事ですね。食事も野菜から食べるっていう、多分まあ女性の方はね知ってると思いますけど、はい、ね、ありがとうございます。持っていただいてねみんなでありがとうございます。でもその食べ方ですか、そういうことが今回の映画の中では出てきますから、はい、ぜひ参考になりますね。そうそう、知ってる知ってるっていうこともあれば、そう、あ、そうだったんだって知ることもきっとあると思いますし、はい、きのこさんは、はい、じゃあもし、はい、もしですよ、はい、ゆうかさんになれたとしたら、あ、もしゆうかになれたとしたら、はい、そしたらね、あの、なるべく人目につくところを練り歩きたいですね。それで、ゆうかちゃんって言われた。あ、はい、ご存知ゆうかでございますって言って。それ一日中。今日はどんなお洋服着ますか、その時は。もうそれはもうなんか布一枚みたいな。ちょっと、あの、露出度の高い服着て歩きたい。あ、それは女性としてはね、もしゆうかさんになったらって、私もそれ思います。水着で歩きたいなと。あ、いいですね。思います。あ、もう時間がない。わかりやすい今のもう時間がないということで本当に残念ですが、じゃあ一言、映画の見どころをおっしゃっていただけますか？本当に見どころはたくさんあります。もう美味しい食事はもちろんなんですけど、このきなこちゃんが、はい、ものすごく痩せて本当に頑張っているので、その綺麗になった姿をぜひ見てもらいたいですし、はい、この幸之助という浜健さんがやった、ね、副社長の幸之助さん、はい、幸之助にこう皆さん心打たれる部分もあると思いますので、ぜひ、楽しく、あんまり肩ギューってしないで軽い気持ちで楽しんでもらえればいいなと思います。はい、きなこさん的な見どころは、はい、さっき言っていただいたんですけど、本当にリアルダイエットを私と草野さんっていう俳優さんが今回やったんですが、それでもうすごく自信がついたんです。だから皆さん、こんな私でもできるんだから、皆さんでも明日とは言わず今日から絶対実践できるダイエットがいっぱい詰まっておりますので、もう痩せたい方も痩せたくない方もぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、本日はメーテレ主催ということで、テレビカメラがこちらに入っております。フォト